ニュトンメッセージパドアップルニュートンはアップルコンピューターの販売していた世界初の個人用携帯情報端末1992年1月に開催された CES にて当時の CEO ジョンスカリーが PDA の定義とともに発表1993年から1998年にかけて販売された ARM プロセッサを用い手書き認識機能を備えた アップルコンピュータはこの装置にメッセージパッドという正式名称を付けていたがこの装置のオペレーティングシステムの名称であったニュートンがこの装置と内蔵ソフトウェアを示す名称として世間では用いられていたニュートンは主に次の2つの理由で商業的には失敗したと言える一つは効果であったことともう一つは大きすぎたことである また評論家はその手書き認識についても酷評した。これらの初期の問題により、ニュートンは世間一般からは名声を得ることができず、また PDA 市場自体もパーム社がパームパイロットを製品化するまでの間に地市場のままであった。パームパイロットは小さく薄く信頼性の高いグラフィティという手書き入力システムを備えており、ニュートンの商業的失敗を克服して、 PDA 市場を育てることができた。ニュートンは手書き入力を謳い文句にしていたが、初期の頃は非常に不正確な認識しかできなかった。手書き認識システムは、ロシアのパラグラフ・インターナショナル社がライセンス供与したカリグラファーと呼ばれるエンジンを用いていた。ニュートンは利用者が書く文字を学習し、データベースを用いて利用者が次に何を書こうとしているかを推測した。 また画面上のどこに書き込んでもよかった。これは、後のパームパイロットでは、利用者が新しい表記方法を覚えて、決まった場所に一文字ずつ書き込まなければいけないのと、比べると、宣伝されたシステムであった。ニュートンは、三角や丸や四角といった単純な図形を認識して、きれいに書き直してくれたり、っかく動作で単語を消したり、文章を丸で囲むことで選択したり、 簡単な記号を書くことで文章の入力位置を指定できるなど直感的な手書き入力環境を提供していた。その後、ニュートンはこの手書き認識システムを互換性のために装備し続けたものの、新たにコードネームロゼッタと呼ばれる活字体文字認識システムを搭載した。ロゼッタはアップルが開発し、ニュートンオペレーティングシステムのバージョン2.0に搭載され、 2.1で改良された。このバージョン2.1でロゼッタは飛躍的に進歩した。1998年にアップルがニュートンの開発をやめるまでの間に手書き認識技術は大きく進化した。1プラス2イコールなどの手書き文字を認識して重要に計算をするシステムも開発中であったが、主要な技術者が去ってしまったために実現には至らなかった。 ハードウェアもソフトウェアももう過去のものになったにもかかわらず、ニュートンは中古市場において他社の PDA 製品よりも高値がついている。2004年現在、古いハードウェアであるニュートン2000型や2100型は周辺機器なしで100ドル以上で販売されている。ニュートンにはニュートンスクリプットと呼ばれる先進的なオブジェクト、思考プログラミングシステムが用いられていた。これは、 アップルのウォルター・スミスが開発した、プログラム開発者たちの不満の種であったのは、このツールボックスプログラミング環境が1000ドル以上もした点であった。さらに、この環境を使うには、新しいプログラミング手法の習得が必要であった。にもかかわらず、多くのサードパーティーアプリケーションや、シェアウェアアプリケーションがニュートンで使えるようになっていった。ニュートンのデータは、 スープと呼ばれるデータストレージに保存され、格納された一つのデータをあらゆるアプリケーションで利用することが可能であった。そのためユーザーは自分で入力する項目を極力少なくすることができた。ほとんどのデータは保存という作業なしで保存されまさに紙のメモに書くような感じで入力できた。メッセージパッドはマッキントッシュの標準シリアルポート規格である。 丸いミニ DIN8 ピンコネクタを使っていた。これはより普及している DB-9 規格のものとは違っていた。2000型と2100型は独自の小さいフラットコネクタを備えており、変換ケーブルでつながるようになっていた。さらに、全機種に赤外線通信装置もついていた。パームとは異なり、すべてのメッセージパッドには標準、 PCMCIA 拡張スロットが装備されていた。ハードウェア的には PCMCIA のコネクターを持つがソフトウェア的な互換性は低かった。これは PCMCIA の規格が固まる前にリリースをしてしまったためである。これにより専用のモデムやイーサネット接続環境さえも用意された。IEEE802.11 ビット無線ランカードや ATA 方式のフラッシュメモリーカードなどのためのデバイスドライバーがニュートン利用者たちによって書かれた。1XX シリーズではオプションのキーボードがつなげられるようになっており、2X00 型でもドングルを使って接続することができた。ニュートンは電話番号のダイヤルトームをメッセージパッドのスピーカーで鳴らすことができるようになっており、受話器を スピーカーのそばに持って行くことにより電話をかけることができた。また、この電話をかけた時にもログが記録されており、カレンダーでの記録をもとに1日の行動を把握することができた。この他オペレーティングシステム上で、ファクシミリや電子メールがサポートされていたもしくは、メガヘルツ等の PCMCIA モデムカードが必要であった。メッセージパッド2000型と2100型は、 進化した手書き認識システム 160MHz の ARM プロセッサニュートン2.1バックライト付きスクリーンを搭載していた。メッセージパッドはスクリーンを横長にも縦長にも使うことができた。設定を変更すれば簡単に表示内容を90度回転させることができ、手書き入力も問題なく動作した。アップルやサードパーティーメーカーはクレジットカードや運転免許証、 名詞、現金などとともにメッセージパッドを安全に持ち運べるケースを発売していた。これらのケースはメッセージパッドよりもさらに大きくポケットに収まるようなものではなかったため、主に衝撃や傷から守るためのものとして用いられることが多かった。小さな着脱式のシリアルキーボードがあった。ニュートンはそもそもは PDA を目指していたのではなかった。ニュートンの時代には そのような分類すらなく、PDA とは、ジョン・スカリーが開発の後期に作り出した言葉である。ニュートンが目指したものは、パーソナルコンピューティングの完全なる再発明であった。開発の大半の期間は、大きなスクリーンを備え、大量のラムを搭載し、高機能なオブジェクト指向グラフィックスカーネルを用いて行われていた。当初の開発目標の一つとして、建築家向けシステムがあった。 これは、住宅の基上設計を顧客と行う際に、二次元の設計図を簡単にスケッチし、清書し、修正していくことができるというものである。ニュートンの開発の主要な時期、主要な開発言語は、ディランであった。この言語は小型で、効率的なオブジェクト思考リスプの一種で、今日ではわずかにマイナーなコミュニティで用いられている。その時代性から考えるに、 ディランには十分な効率性があったが、ニュートンが巨大なものになってしまうことは受け入れられなかった。ニュートンがより小さいサイズで再設計された時、ディランはバウハウスプロジェクトの実験項目に格下げになり、そのうち捨て去られてしまった。興味深いことにディランの特徴であるガベージコレクション機能と OS との密接な結合は、マイクロソフトによる コード管理の革命を10年も先取りしたであろうものである。パーソナルコンピューティングの再発明を行い、現代的なアプリケーションプログラミングをやり直すという当初の目標のせいで、プロジェクトは空転し、這い進むような進行状況になり、マッキントッシュの売り上げを食いつぶす恐れが広がっていった。ニュートンは改めてマッキントッシュの機能を補完する周辺機器として再設計されることとなった。 そして、ニュートンのマーケット担当者が、ジョン・スカリーを追い詰めて、PDA、つまり、携帯専用という視点を吹き込んだ。これにより、ニュートンの歴史は、劇的に変貌を遂げる。詳細は、エマテ300を参照エマテ300は、1997年に発表された学校向けの機器である。価格は手頃で、教室で用いるのに適した頑丈なものであった。エマテは、 4 8三3 2 0ドットの16、会長グレースケール画面、スタイラス、フルサイズキーボード、赤外線ポート、およびマッキントッシュの標準シリアル、ローケル特用ポートを装備していた。電源は内蔵の充電式電池を用い、最大28時間稼働可能であった。外観は緑の貝殻型で透き通っており、取っ手がついていた。これは、 腕の高さから硬い床に落下させても壊れないように設計されていた。この頑強な設計は初代の iBook シリーズの設計に影響を与えていると見られる。エマテ300は他のニュートン製品と共に姿を消していった。ニュートンの後継機の試作はたくさんあった。最も特徴的だったのはニュートンタブレットで書き込みができる大きな平面スクリーンであった。 他には、脇に、取っ手と操作ボタンを取り付けた、キッズニュートン、動画カメラとスクリーンを、フリップ式のカバーに取り付けて、双方向通信が可能な、ビデオパッド、パームパイロットと非常によく似た、ミニ2000、受話器とキーボードを内蔵した、ニュートンフォンなどがある。ニュートンのプロジェクトが解散する前に、その技術は、独立会社である、ニュートン社に移行されたが、数ヶ月後、 スティーブ・ジョブズがアップル CEO のギル・アメリオを追い出して会社の実験を取り戻した際、ニュートン社は再びアップルに吸収された。それ以来、アップルはニュートンの技術を使うかパーム社と提携して新しい PDA 製品を市場投入するのではないかと推測する人が後を絶たなかったが、アップルはそのような計画は全くないと否定し続けた。2001年に iPod が現れるまで、Apple は、マッキントッシュブランドのコンピュータ製品に注力し、携帯機器は発表も発売もしなかった。推測の域を出ないが、Apple は、ニュートン2.1の手書き認識システムの一部である、活字体文字認識機構を MacOS 1 0 v 1 0 1に Jagger に組み込んだ。Jagger は、スクリーン上で、挿入点がある場所に、 タブレットに手書きした文字を自由に入力できるようになっている。この機能は、インクウェル、ニュートンと初代 iPhone。両端末の画面解像度は全く同じであるアップルが PDA から撤退し、業績を回復した後も、Mac 以外の携帯コンピュータを発売することは長らくなかった。2004年6月にアップル CEO のスティーブ・ジョブズは、アップルは、 新しい携帯コンピュータ市場参入への圧力を跳ねのけたと述べ世界的に見て PDA 市場は衰退傾向にあり需要が十分ではないとしてアップルは開発しない道を選択したことを明らかにした。なお2001年に登場した携帯音楽プレイヤーの iPod の OS を作成した Pix 社はアップルでニュートンの開発に携わっていた二人の技術者が 作った会社である。2007年、アップルは新しい ARM ベースのスマートフォン、iPhone とメディアプレイヤー、iPod Touch を発表した。これらはタッチパネルを搭載し、インターネット端末の機能があったが、ソフトウェアの追加はできず、PDA とは別の製品であるとされていた。しかし、後にユーザーがソフトウェアを追加できるようになり、 汎用のコンピュータとして機能するようになった。iPhone と iPod Touch の OS である iOS は MacOS ベー s であり、ニュートンとは技術的に直系ではないものの、Apple にとってはニュートン以来の事実上の PDA への再参入である。Apple は PDA という言葉こそ使っていないものの、デザインやコンセプト面では iOS プラットフォームは ニュートンの末裔と言えなくもない。ニュートン OS は、シャープやモトローラなどのサードパーティーにもライセンス、供給され、上記以外の PDA 機器にも使われた。個人用、携帯、情報、端末の定義を、本機が、世界初と主張できるように定義すれば、世界初、という意味。マクラッケン、ハリー、ニュートン、リー・キン・ジダード。 タイム、一瞬零零四零から七百八十一 xhttp、テクランド、タイム .com、二千十二零六零一ニュートン・リー・キンジ・ガード、二千十九年四月十五日、閲覧。ニュートン・スクリプト、newton-script.org、二千十九年四月十五日、閲覧。ホナン、マット、リメンバリング・ザ・アップル・ニュートン S ・ S プロフェティックフェイラーラスティングインパクト。ワイヤード一瞬1059から 1028HTTPS www.wired.com2013-08 リメンバリングザアップルニュートンズプロフェティックフェイラーラスティングアイディルズ2019年4月12日閲覧。アップル携帯端末メッセージパド120の OS アップグレードを開始。 pc.watch.impress.co.jp2019 年4月12日閲覧メッセージパド 120web.archive.org2019 年4月12日閲覧メッセージパド 130web.archive.org2019 年4月12日閲覧 AB、Apple、NewtonOS の新規開発を中止 web.archive.org2019 年4月12日閲覧メッセージパド 2000dataShiftweb.archive.org2019 年4月12日閲覧メッセージパド2 1 0 0 d a t ット h i f t w e b a r c h i v e o r g 2 0 1 9年4月12日閲覧スタイラスカウンセルザライズフォールオブザアップルニュートンメッセージパドザレジスター www.terregister.co.uk.2019 h 年4月13日閲覧。ありがとうございます。